ムアンパンガー軍とは、台南部、パンガー県にある軍。同県の県庁所在地でもある。パンガーの名前は地元を流れるパンガー側から来ている。このパンガーの語源は、プルガーから来ていると言われる。アユタヤ王朝時代は、ナコンシータンマラーと王国の属国タクワパーの管轄下にあった。1809年ラーマ一世が崩御すると、ビルマが攻めてきて、タクワパーを荒らした。 このため、タクワパーアの住民が多く、パンガーに移住してきた。その後、ラーマ三世はここに、ムアンパンガーを建設し、プラヤーボーリラックプートーンを国主として置き、バンコクの直接の支配下に置いた。その後、ターイチャーン軍として成立。1938年、県の名前に合わせて、ムアンパンガー軍に改称された。市街地は、 パンガー川の形成した平地にある。主な市内の水源は、パンガー川やラー川である。軍北部や西部は、プーケット山脈の一部である、山岳地帯になっており、軍南部には、パンガー湾に面している。山岳地帯には、サナアンマノーラー森林公園や、トーンパリワット野生生物保護区がある。南の海岸は、パンガー湾国立公園として保護されている。 国道4号線が東西に通っており東にアーオルック方面、西にタクワトゥン方面とつながっている。415号線が軍南部から北東に伸びておりタッププット方面と国道490号線が北西に伸びておりカポン方面とつながっている。軍内の主な産業は農業と漁業である。このうち農業では 果物などの食品の他に、油ヤシや、パラゴムの木なども生産されている。軍は9のタムボンに分かれ、さらにその階に42の村がある。自治体があり、以下のようになっている。また軍内には7のタムボン行政体がある。ありがとうございます。